ただきました皆様に、ヴィッセル神戸監督、選手たちからメッセージが届いています。どうぞ G ビジョンにご注目ください。万国英語ラジオの皆さん、今日はたくさん、集まっていただいてありがとうございます。皆さんの力も合わせて、僕らの力と合わせて、ぜひ、震災で被害に遭った人たちに、力を分け与えるようなことができればなというふうに思ってます。僕は個人的に、万博で試合をするのが非常に楽しみではありますけれど、ぜひ試合の方はいいプレーで、皆さんに喜んでもらえたらなというふうに思います。今日どうもありがとうございます。チャリティーマッチにご来場の皆さん、本日はありがとうございます。私たちは、ピッチで精一杯プレーすることが、被災地の方に勇気を送ることだと思っております。ご来場の皆さんも自分たちにできることを精一杯頑張っていきましょう。チャリティーマッチにご来場いただきありがとうございます。僕たちの関西から、元気を発信して、被災地の皆さんに、勇気を、届けましょう。本日は、チャリティーマッチへご来場いただきまして、誠にありがとうございます。私たちヴィッセル神戸は、今回、万博に、来ましたけれども、本当頑張ろうかという、日本を代表する、チームと試合ができることを非常に喜んでおります。今日の試合の目的は2つあると思っております。ガンバ大阪との、真剣勝負によって、今日来ていただいた、皆様方に、一つ一つのプレーに感動をさせ、そして、喜んでもらえる、そういう試合にしたいというふうに思っております。もう一つは、今日たくさんの方々に、ご来場いただいた、その入場料を、被災地の方へ現金として、送ることができる、この2つが大きな目的だと思っております。今日本当たくさんの方々に、ご観戦に来ていただいて、私たちこのピッチで試合できることを非常に喜んでおります。とにかくこの関西から、元気を、今東日本大震災で大変な、状況である被災地の方々に、元気と勇気を送りましょう。今日はありがとうございました。